どうもこんにちは。ヒカキンはじめしゃちょーまほとに一言言った。俺は君たちより劣っていると思ったことはない。まだ俺はチャンネル登録者数、再生回数では負けているかもしれない。YouTube では俺は負けているのかもしれない。だけど俺はまだ、まほとヒカキンはじめしゃちょーに負けないぐらいの人生を送れると信じている。それは視聴者に言いたいことでもあるね。ヒカキンはじめしゃちょーまほとが好きって言ってるやつ。好きだって言ってる人はね、その人を超えることはできないから。あいつ、なんで面白くねえで、こんな人気者なんだって思って嫉妬心を持ってる、ジェラシーを持ってる奴の方が、まだ望みがある。な、人に、を嫉妬しなくなった時、この人には勝てないなと思った時、君たちは完全な敗北を思い知ることになるから。わかったな。だから俺はそれをすごい言いたかった。君たちと来たヒカキンさんかっこいいとかな。まあ、ほんとイケメンとか。もうそういうことばっかりじゃん。だけど、俺は言いたいんだよ。あいつらと、ね、君たちってどこが違うって同じ人間なんだよ。ただあいつらは YouTube を始めるのが早かったから人気者なだけで、自分たちは全然、差もないんだよ、思ってるほど。だからね。奴らを神格化する風潮？おかしいんじゃないの、本当に。な、もっとさ、面白い人はさ、いるんだからさ、その人たちにもっと注目してあげてよと思う、俺は。まあ、面白いとか面白くないとかもうどうでもいいんだけどね。なんか、ヒカキン信者、マホト信者も、はじめしゃちょー信者もそうだけど、な、人の人生を祝福する前に、自分の人生をどうにかしろ。俺は本当にそう思う。人のファンになるのはどうでもいいんだよ。自分がどうするかがすごい大事。ね。本当にね、ヒカキンに嫉妬してる、ね、その魂があるんだったら、あいつには負けねえと思って、自分の今頑張ってることを本気で取り組むことがすごい大事だと思う。俺はそれすごい言いたい。もうヒカキンには絶対負けない。今は負けてるけど、あと5年後、あと6年後、ヒカキンに負けずに生きてこれるぐらいの自信をつけたいと思う。まあ、そのね、夢っていうのはまあ曖昧だし、俺も何になりたいのもよくわかってないからね。まあ、ヒカキンみたいに YouTube で運よく成功してしまった。人間とは違って、俺はまだ運も何もかも実力もないし、掴み取ってないんだよ。だからね、目の前の一つ一つの現実を乗り越えていきたいと思う。だから君たちも本当頑張ってほしいと思う。もうヒカキン始めましょう、マホトに負けるもんかと思って、本当に頑張ってほしい。ね、俺も頑張るから、真剣に。俺が頑張ってるし、まあ頑張ってないでまだ。頑張るから、ね、ヒカキンアンチの人がいたらね、文句言ってるだけじゃなくて、あいつに負けねえ。から今やってることを全部頑張ろう。受験だったら受験勉強頑張ろうと思ってね。動画見る時間を勉強に使ってほしい。だから本当にね、それが言いたか、俺はそれが言いたかった。